第173号苦戦特務艇は、日本海軍の特務艇。第1号型苦戦特務艇の123番艇。太平洋戦争を生き延び、戦後は、総会に従事した後海上保安庁の巡視船となった。マル船計画の特務艇、第2001号艦型の23番艇、仮称艦名、第2023号艦として計画。 第八十四回帝国議会では、百トン型小海特務艇として、成立。九百四十四年四月五日、第百七十三号苦戦特務艇と命名され、本籍を、佐世保陳述と仮定し、第一号型苦戦特務艇の百十二番艇に、定められる。五月三日、船体外製により、福岡造船鉄鋼株式会社から、佐世保海軍工渉へ引き渡し、 5月30日竣行し、本籍を、佐世保陳述と定められ、佐世保防備隊付属に編入。1945年2月1日、海軍徴陽戦三保丸を黒母瀬玄海島間で、直接護衛。4日佐世保に帰島。8日、佐世保を出撃。9日、大館と第244号苦戦特務帝の前時総統を、鬼木崎天狗花間で実施。 10日、陸軍徴用船秋雪丸と高和丸を阿久根沖洋島間で直接護衛。14日、佐世保に帰島。17日、佐世保を出撃したか604戦団のうち4隻を高島築前大島間で直接護衛。18日、立和丸と滝、宮丸の省旅島築前大島間の前時相当に、10時。21日、 北丸と萩川丸の黒母勢行き着き瀬戸間の前時、相当20時。22日、佐世保に帰二25日、佐世保を出撃。26日、信広丸を柿瀬崎伊王島沖間で直接護衛。27日、海軍朝陽戦参考丸を伊王島沖山川沖間で直接護衛。28日、山島丸を柿瀬崎愛の島間で直接護衛。 2月28日現在、軍隊区分護衛部隊に配置。3月1日、阿波川丸を柿瀬先愛の島間で直接護衛。4日まで紹介に従事し、佐世保に帰島。12日、護衛のため佐世保を出撃。15日、軍隊区分九州方面護衛部隊護衛本隊に配置。16日、天洋丸を、洋島山川沖間で直接護衛。 17日から20日まで紹介に従事し、佐世保に帰還。25日、紹介のため佐世保を出撃。28日、延々眼が、光なりしたため畜前大島長瀬病気北緯33度57分、統計130度27分、北緯33.950度統計130.450度、33.950、130.450。 の地点で4月1日まで対戦相当を実施。4月1日から2日まで、小量島よりの方位118度4回里の地点で対戦相当を実施し、佐世保駅等4日、軍隊区分九州方面護衛部隊山川部隊に編入。6日、山川に到着し、紹介に当たる。8日、アメリカ艦上機による攻撃で損傷した。 特設総海底姫島丸の救難に十0時。11日から15日まで護衛に十0時。22日から26日まで、種子島への陸軍部隊輸送の護衛に2回10時。29日、鹿児島湾港で対戦相当に10時。5月18日、第五特攻戦隊作戦指揮下に編入。22日、荒井崎による機雷不説を警戒。 25日、軍隊区分護衛部隊に九州護衛部隊に配置。26日、荒井崎による第2次有明湾機雷布施設を警戒。27日、西の表への輸送に従事。30日、荒井崎の警戒に従事。31日、西の表への輸送に従事。6月24日から27日まで、泊まり浦周辺海域での魚雷艇や死に用手の 行動に関する総統紹介に従事。終戦時残存し、戦後は、総会に従事。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍された。1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、佐世保地方福音局所管の総会館に定められ、同局総会部佐世保支部所属と定められる。20日、 関明億戦徳第173号に解消。1946年6月15日、副委員長の会長に伴い、所属を佐世保総会部に改められる。7月20日、所属を呉地方副委員局大竹総会部に改められる。1947年8月1日、大竹総会部が廃止。同日付で佐世保地方副委員局所管の特別輸送官に、 改められ、特別保管艦に指定。佐世保特別保管艦定第12保管軍に配される。1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に遺憾。1949年8月1日、海上保安庁に編入され、巡視船白鷹、PB-40 となる。1950年7月1日、 船番号を PS-40 に改正。1954年5月1日、船番号を PS-144 に改正。1959年2月28日、海上保安庁を解約された。小松宇太郎副院事務官、1947年11月24日から1948年1月1日、本来の定名表記は、 第百七十三空選特務帝。AB 本帝が特務帝類別東急別表に搭載された九百四十四年四月五日時点で、第一号が特選特務帝は十一席が、同票から削除済みのため、法令上は百十二番帝。削除済みの帝を含めると、通算で百二十三番帝。戦時日試験文では、悪熊沖とある。三吉美丸、道良丸、 安秋丸、金湯丸。1945年2月18日以降はこれら4席を三吉見丸船団と呼称。副委員長の廃止に伴う自動会食。ありがとうございます。